三月二十八日木曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK! コー,ーアップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございますアシスタントの日本放送アナウンサー新業一華です日本放送飯田浩二の OK! コージーアップこの後八時まで生放送です こないだ桜が咲いたと思ったらもう満開、うん、ねえね<え>あっという間でした、ね、東京はあ昨日桜の満開の宣言が出たのなんか基準木は満開なんだけれどもうちの近所なんかもまだそんなちらほらで3分4分も咲いてるかなというような感じなんですけどねなんか、うん、早いなあっていうイメージがあるんですがここで満開が出ちゃうとね今週末はいいんだけどちょっと入学式まで持つかどうかというと微妙なところになってましたそうですよ ね,ね<ー>一応週末のお天気見てみると気温そんなに上がらないんですよね。うん、寒いよね週末ね。はい、で土曜日はちょっと傘マークもついているので。あら ちょっとこれでねち,っちゃったりとかしなきゃいいなって思いますけれど、まあ、結構、風がね、うん、夜の間も強かったりなんかもしたんで花散らしになっちゃうとね、はい、ちょっと残念な感じもありますがうん、うん、まあでも、巷は今、そういえば春休みなんだなという感じでそうですね私、まああの、早く終わればですねお昼過ぎには会社を出ることができるんで、はい、そうするとあのこの周辺をぶらぶらしながら帰るんですけれどもやっぱ人が多いなと思ってね。うん 特にあのお子さん連れがすごく多くて<ー>でも本当人の流れが変わったなと思うのはそこにあの日比谷ミッドタウンというのができたじゃないですかそうするとそこを目がけてお子さん連れって結構来るみたいだね。あ そうです、ね、そこから渡って日比谷公園の辺りっていうのはお散歩にはちょうどいいわけだと。あそうですねなんかインスタ映えするところがいくつかあるみたいで<ー>なんかね石橋をずっと撮ってる人がいるんだよ石橋をなんかねあの庭のところにこう池があって、はい、で池をこうから出てる川を渡る橋がちょっとした太鼓橋みたいなのがあるんだけどなぜかそれを撮ってる人がものすごく多いの。ここ<ー>これねここ半年ぐらいずっと見かけけるんだけど 一体何なんだろうとずっと思ってるんですけど多分ねなんかのドラマとかああーなるほどなんか聖地巡礼っぽい感じでさ<ー>結構外国人もいるんでねあそうなんですかうんまあ陽気もよくなってきましたねえー、今日はあ曇りということですけれどもえー お出かけの際はちょっとね朝晩は冷えますんで、はい、ええー、着るものちょっとね工夫してお出かけいただければと思います今日は曇りですさあこの後8時まで生放送飯田康二の OK 康二アップ最新ニュースをピックアップいたします朝刊各紙届いておりますが昨日の国会で参議院の本会議で2019年度予算が成立したとまあこれを一面トップに上げている新聞が多いですね朝日と毎日今日は2時ですか 영자 <목소리법> えー、予算成立初の100兆円台と、えー、予算が膨らんでいるというようなですね書き方をされていますね。えー、消費増税対策計上2兆円に膨張というようなところをトップ脇の見出しに朝日そして毎日ともに掲げております、えー。読売新聞は老朽インフラ対策遅れというのが一面トップ。これは読売が独自に調査した老朽化についての。 記事と、まあ、国や自治体が進めている老朽化点検で、えー、どのぐらい緊急にいい直すことが必要かというものがあるかというですね、えー、割合ですけれども36%で、えー、緊急のうち36%は。 もう目処すら立っていないなと、まあ、全国で580箇所が緊急措置段階レベル4と判定されたでそのうちのまあ4割弱の210箇所で修繕撤去の見通しが立っていないということが読売新聞の調査で分かったということであります。 まあこれ、それこそ、ねあのー、2012年には中央道の笹子トンネルの、ね、天井板が崩落したという事故がありました、あのー、多くの方が亡くなったというあ,れあの時にこうトンネルだとか橋だとかっていうのも作ったら作りっぱなしじゃなくてメンテナンスだって当然必要だしで、えー、それに予算があまり割かれていない現状があってもう通れない橋とか増えてますよとアメリカのこと笑ってられませんよとあの当時は結構話題になったんですけれども。 じゃあその後どのぐらい予算がついているのかっていうところの手たらくだとお読売これを一面に持ってきて一面の方が予算成立っていうのは何とも味わい深い感じもあるんですけれどもいやであればですね本来であればこれ、あのー、公共事業費あるいはこういう,こうインフラ修繕はもうちょっと金を使ってもいいんじゃないかというのがございます、あのー、これね本当によく誤解されてるんですけど 安倍政権はあのアベノミクスというものは実は財政をガンガン出動させて無理やり景気を底上げさせてるんだと公共事業をガンガンやって昔に戻ってるんだと、えー、特にですね左派系の新聞、まあ、政権に対して厳しい姿勢を見せているところはそういう書き方をしがちなんですけれどもで、えー、さらにイメージが膨らますのがですねこうやってあの予算成立初の100兆円台と予算のことばっかりを一面トップでガンガン書いてくるんでなんとも財政 拡張主義の政権だというイメージだけがついてるんですがこれはね決算をちゃんと見なきゃいけないわけですよ企業だってそうでしょ予算だけでは判断できなくって結局1年占めてみた決算でどのぐらい利益が出てどのぐらい借金があるかっていうので株価って決まってくるもんじゃないですかね。なんで国の財政だけはそれができないのかっていう話で決算を見るとですね実は公共事業は減っていると 確かに政権発足当初それこそ笹子トンネルの事故などもあったあの2012年から13年にかけてっていうのはえ例のですね補正予算と投資予算を組み合わせて15か月予算だとあの当時言いました公共事業も確かに積みましてでえ景気を浮揚させようという滑り出しはやったんです。ところがその後は 大ししてて伸びないいころか少しずつ減っているとじゃあなんで予算が増えてんだって言ったらですねこれは社会保障費が増えてるからなんですよ年金医療介護がどんどん増えているから予算としては大きくなっているけれども実際に人の生活に影響が出るこういったインフラの整備だとかあるいは、えー、防災対策であるとかそういうところにですねあるいはですね、えー まあ防衛費だってそうですよ過去最大と言いながら5兆2574億円に今回の予算も過ぎないということを考えるとです、ね、実はこの政権も大して財政を拡張している政権ではないとむしろ足らないところはこうやってどんどん足らないぞって言っていかないと予算はどんどん社会保障費に食われていってしまうと社会保障の改革ももちろん重要なんですけれども一方で 使うべきところ必要なところにはどんどん手当てしていくっていう方だって報じるべきだと思うんですがまあなんといってもですね いう方々が多いとまるで国家の財政を家計に例えて借金はない方がいいという人たちが多いのでどうも経済記事はねじれているような感じがいたしますまあこの予算についてというのはこの後今日のコメンテーターは経済学者飯田康之さんですから、えー、細かく見て、えー、言っていただきたいと思いますさあそして、えー、国際面ちょっと気になる記事があったんですけれどもインドがですね、えー、衛星を打ち落としたと いうニュースが出てきております。あの衛星に対してのまあ防御というところで、えー、この能力があるのはアメリカそれからロシア。まあこの二カ国は米ソ冷戦の時代1980年代に衛星を打ち落とすという実験をやっております。そして2007年には中国が衛星を打ち落とすという実験に成功したとなっているんですが、えー、ここへ来てインドも激痛、えー、に成功したと四カ国目であるということで、まあこれは対中国でもかなり。いい 圧力になるんじゃないかというような記事の指摘も隠しありました。で、えー、さらに言うとですね、インドは今度4月11日 投開票予定で選挙がございます、えー、モディさんが強いところを見せるという意味でもこのタイミングの発表になったのではないかというようなことも言われています、まあ、民主主義国家というのはことをどさように、えー、選挙というものに非常に影響されるというところもあるんですがてことはですよ選挙で声を上げれば本来政策が変わって叱るべきなんですけれども何 他に本当はそうならないというのが不思議なところですよねえ。ご意見お待ちしております。メールは c o z i k o g アットマーク一ニ四二ドットコムです。さあ今日のモーニングライフアップは新しいプロ野球観戦の楽しみ方ということで、いよいよ明日開幕ですよ。そうなんですよ。ね<え>ということで今日はですね、うん、ある二つのプロ野球観戦の楽しみ方をご紹介したいと思います。ほう,ほう。まずはですね。 スマートスタジアムという新たに注目されているサービスです。スマートスタジアム。はい。これはですね、うん、スポーツやアーティストのライブなどでも導入されている ICT 技術を使ったサービスでして、スマートフォンなどのデバイスを介してさまざまなコンテンツをリアルタイムに受け取って で楽しいイベント情報や体験ができるっていうサービスのことなんですねすで<ー>に海外では導入が進んでいまして<う>調査会社リサーチアンドマーケットの報告書によりますと世界全体のスマートスタジアム市場は現在日本円にして5169億円ほどの規模だということなんですね当然日本のプロ野球でも導入が進んでいましてはあ、はあ、例えばですねプロ野球セーブライオンズの球場メット ライフドームではチケットの受け取り方法としてククイッッチケットといいうのを導入しています、うん、これはですね球団公式の LINE アカウントとお友達になって LINE、うん、を通じてチケットが届くというシステムなんです。へ<ー> のチケットを発券するような手間もなくなりますね,な,ねなくすっていうこともないですよねああ確かにねそうだね、うん、またですね球団公式の LINE アカウントがご来場に対する恩礼メッセージや試合情報や選手情報のアナウンス、うん、座席位置の情報そしてさらにですねキャンペーンに関するお得な情報などをチャットでお届けして快適な野球観戦ができるようにサポートしてくれるということなんです、うん、他にも東北楽天 イーグルスの本拠地楽天生命パークでは、うん、チケットや飲食グッズなどをスマートフォンでもうキャッシュできちゃうと完全キャッシュレス化。 が進んでおります。これからこういったイベントは演出が増えていくというふうに発表もされているんですね。それこそスマホ使って、まあ、出るときに一気に決済できるみたいなことになると。楽ですね,楽なんだろうね。結局お釣りのやり取りとか、ああいうのが面倒くさかったりするしね。ねそうなんですよね。食べ物買ったりとか、あれも買わなきゃってなった時に、いちいちこうお財布出すの。どんどんそういうのが便利になっていくと。解消されていくと。いいですね。そして、もう一つの楽しみ方なんですが、これがですね。ちょっと私もびっくりしたんですけど。はい vr による野球観戦です vr はいバーチャルリアリティそうですえじゃあ何球場行かないの行かないと<ー> kddi が始めた xr スタジアムというサービスなんですが、はい、これはですね vr 端末を使って楽しめるプロ野球の試合観戦配信サービスでして、うん、利用者は vr 端末を は別途ちょっと用意していただいていアプリをインストールして使いますそうしますと、うん、バックネットや、うん、ライト観客席などなど球場に設置した5つの360度カメラの映像を切り替えて観戦できるというのが特徴なんですね<ー>つまりはですよ<う>自宅にいながら、うん、音声も実際の球場並みの臨場感が味わえるということなんですね すごいこれあのイメージ映像が出てますけど、はい、バックネットホーム一塁ベンチ付近ライト観客席<ー>センタービジター三類ベンチ付近とこういう5つの視点が今のところあってそうかこれ実際の映像とを組み合わせて はあ、スコアボードだとかカウントだとかも出てくるようにもできると、うん、ねすごいねすごいですよねいろんな角度から見られてまた面白いですよね、うん、チケット取れないなとかちょっと行く時間がなかったりとかまあ、ね、スタジアムが遠くてとかっていうことがあると、うん、こういうのがあるとままた楽しめますよよねねそうだよ、ねうんうん、今日の「モーニングライフアップ」は新たなプロ野球観戦の楽しみ方について取り上げました。 三月二十八日木曜日、時刻は朝七時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。アシスタントの新陽一華です。 日本放送飯田工事の OK 工事アップ次時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーター明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです飯田さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,よ,ますよろしくお願いします,ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらですイギリスのメイ首相離脱協定案可決後に辞任へ イギリス主要メディアによりますとメイ首相は27日の与党・保守党の会合で EU= ヨーロッパ連合との離脱協定案がイギリス議会下院で可決された場合辞任する意向を示しました。まあ、協定案とと自分の首を交換すると うん、いうようよな決断に至ったわけけですけれどもねまあこれで3回目の採決離脱合意案の採決ということになるんですけれども、はい、もうこれが否決されてしまうとですね、はい、もうスムーズな離脱は不可能な状態になるんですね。えーえー、でこれ可決されれば、まあ、5月中に、まあ、秩序ある離脱へ。で否決されると、まあ、まあ4月の期限を超えてしまうので。はい まあハードブレキジットと呼ばれる合意なき離脱になるかえ何らかの協定によってだら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 長期化するかえですのでここで一度区切りをつけたいということをなんですけれどもこのイギリスのブレキジット 本当に国内の問題特に外国人労働者の流入、まうん、もっと端的に言うとポーランド人労働者の流入と彼らに支払われる社会保障費、はいはい、医療費であったり生活扶助費というのが大きな問題になって、うん、この時にですね労働者側としては、はい または自分たちはもらっていない保証をもらってるんじゃないかっていう疑心暗鬼が生まれる、はい、そういった中で、えーまあ、イギリス国民自体が全体が いわゆるエリート王主義と反エリートっていうふうに分断していってしまった、はい、これが一つ、うん、そしてもう一つはあこれあまり注目している人が少ないんですが金金融融界界、はいえー、シティの金融業界も二つに割れましたというのもむしろヨーロッパとくっついて共通パスポートによって仕事を増やしていこうっていうタイプと、はい、いやいや <laughs> 俺らは特に多いのはヘッジファンドとかプライベートバンクとかそういうずっとロンドンのシティで営業してきたところはむしろ EU の法律に縛られたくないんだ俺らと。なるほどシティの方がずっとと先進的で歴史もあるんだとっていうところでいわゆるヨーロッパで起きている分断エリート主義と反エリート反エリート側とある意味で言うと経済界の一部が 組組んんんじゃったですよねエリートの一部もだっ形。えそうなると白昼かちょっと離脱の方が強いいってう状態になる最初はですねそれこそキャメロン首相とかは EU 側を変えるから EU に残させてくれって言ったんですけどこれなん客観的に見ても無理ですしでイギリス国民もやはりそれは非現実的であるっていうことから始まったと。 じもともと何だったのか外国人労働者問題だったでしょうと、はい、そこに限定した解決策を得られればちゃんと離脱案合意できるはずじゃんとんところがその当初の目的っていうのが後退してエリート VS ンエリートっていうところにちょっと焦点が集まってしまった嫌いがある こうなると、なかなかですね個別の条件をここを譲ってもらって、はい、ここは通すから脱協させてくださいっていうのが通りにくいんですよねでこれは正直、ですね国民投票をという形、はい、どちらに転ぶかわからない<え>その結果がその後の政治的な手続きをとんでもなく拘束するんだっていうこと。これは、うん、あ今後 まあ、例えば国民投票法もできました、はいえー、じゃあ国民に直接信を問うというタイプの、まあ、投票行動をし、はいえー、行うときにものすごく注意しなければならないあまりにも強いので、はい、その結果っていうのにその後の政治がものすごく引っ張られてしまう,うんその結果なんとかね、えー、だからまあメ首相は首までかけるっていう風にそうい、ね、うになっちゃいましたが。言 て、えー、くれてるのでこれで落ち着くといいなと思っているんですけどね、うんまあ、キャメロンさんはそこまで考えていたかっていうとう甘く見ていたんじゃないかといやあとはあやはりですねメディアも、はい、そして調査会社も専門家もまさか離脱の方が勝つとは思ってなかったこれはもう全員で間違えたって言っていいですね、はいうん えー、イギリスの EU 離脱についてまずはお話しいただきましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です 今朝のコメンテーターは明治大学準教授で経済学者の飯田康幸さん取り上げるニュースはこちらです2019年度予算が過去最大の101兆円超えで成立昨日午後の参院本会議で2019年度予算が可決成立し一般会計の総額が101兆4571億円と過去最大となりました 10月の消費税の増税に備えて2兆280億円の景気対策費が計上されております。予算成立を受け記者団に対し述べる安倍総理大臣です。世界経済が不透明感を増す中にあって、まず予算のま早期執行、そして2兆円の消費税対策によってですね、経済運営に万全を期して参りたいと考えております。 東京最終盤、今日は朝日と毎日がこれが一面トップ、いずれも100兆円超と予算が膨らんでいるというような。<laughs> ことがかかっております <laughs> これはまさに昨年度にも同じことを言ったんですけれども、はいえー、予算というのは毎年過去最大であるのが正しい姿なんですね <laughs>、えー、なぜならば一般的な国普通の国は経済成長っていうものがあるらしいんですよ、はいえー、その経済成長というものに合わせて <laughs>、えええー、予算もだんだん、まあ 名目の額は増えていく、はい、これが一般的な国の姿で、うんうん、90年代半ば以降二十数年にわたる日本がおかしかったっていうことを、はい、これをまず認識しなければいけないとそしてですね今回の101兆円の内訳なんですけれども、はい、一つ重要なポイントはやはりですねこまこまキャッシュレスとかポイントとか言ってますけれどもそ,、ね、それと桁が違うのがやはり34兆円の社会保障費なんです。はい で、えー、この社会保障費に関して、うんえー、何にお金がかかってるかって言ったら 1>,、はい、1に年金2に医療、えー、その次に介護、はい、この3つになっていくわけなんですが、うんえー、これらっていうのはあ、まあ、どうしてもおどん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 膨らんでいかざるを得ないんですね。はい、でででそそういった中のの将来像、うん、どこの時点で いくらかかるのかまたいくらもらえるのかっていうのを確定させない形で、はいえー、ずる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 う、まあ、財政措置をつけていく、うん、これが問題で額が増えていく傾向にあるのはしょうがないでしょう、はい、だったらどこまで増えるのかまたどこでキャップはめるのかっていう方が重要である年にいくらかかったかっていうのは、まあ、そんなに重要じゃないんですよね。うんだって 我々えまた消費者の立場に立ってもですね、はい、つまり年金とかってあとは医療保険とかっていつの時点で自分がいくら負担するのかまた自分がいくらもらえるのかが重要であってある年の収支なんて正直まあいろいろ動くんですよね。ですからあのよくこれについて過去最大の101兆円超え大変だ財政再建が遠のいたっていう人がいるんですけど。 本当の財政再建っていうのは、うん、実際のところ社会保障についていくらいつまでにいくら、はい、で、うんまあ、上げ止めになるのか<ー>、えー、そういった、まあ、目途を目どを示していくことであって額、うん、自体をごちゃ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 言うのはあまり得策ではないとこれが一つ。 その一方で今回、えーま、101兆円に対して税収見込み、ま、60兆円台とこれもまた過去最大なんですけれども、はい、その結果ですね新規の国債発行額というのが過去最低過去最低じゃないですあの、うん、数年連続、はい、縮小しています。で、えー、これも私自身は逆の意味で問題だと思っていて、はいえー、実際ですねアメリカの景気、うん 確実に今年中に腰折れです。だかもうリセッション入りなんじゃないかって言ってる人もいる。はい。で、えー、長期について言うと中国経済、はい、高度成長増えず完全に終わりました。うんこれは人口の移動と配置を見れば誰でもわかる。はい、これあの別に中国経済がどうのってよりも、ええ、ある国が高度成長をした時って。うん 必ずどっかで天井一回来るんですよね。日本だってそうだった。そう、日本の場合は1960年代半ば、あまさに先の東京オリンピックの時、はい、あの前後が、ええ、あの田舎から、はい。 金の卵が出てくればそれで勝手に経済成長っていうのが終わった時期なんですよ。中国まさにその時期に到達してますので高度成長終わるの仕方がないこんな不確実な中で本当に財政の拡張なくていいのさらに言うとそんな不確実な情勢で国内にまでリスクを要は消費税の話です。消費増税してリスク 出してどうすんのっていうのが正直な感想ではあるんですよね、はい、じゃあどうするのか消費増税の景気対策総額は2兆 2, 兆 2>、えー、消費増税によって、はい、これはかなりの角度で当てられると思うのは、ええ、消費は6兆円縮みますんうん、うん、これだいたい目の小算なんですけれども、はい、だいたい消費 総額ってのは300兆円ーん、うん、2> で、えー、2%税金が上がると、はい、税抜きの消費額は2%落ちると思いますあこれなんでかっていうと、はい、皆さん服買いに行くとき、はい、飲みに行くときランチ食うとき例えばランチは700円まで、はい、スーツ買うんだったら5万円 は超えたくない飲み会は4,000円は超えたくないとかってみんなの金額で決まってるじゃないですか。なんとなくの目安はありますよね金額でね。 それってあの税金が入ったら変わったりしないですよね。いや確かに <laughs> あの五パーから八パー上がった時にじゃあランチを三パー上げるか。えそうそんなことしなかったですね。そうそう,そうそう。あとはですねお買お小遣い制の方で消費増税に伴ってお小遣いが値上げになった方はいないと思うんですね。はい、いや確かにね、うん、<laughs> うちの財務省も厳しいですね。そうそうそう。<laughs> ですからあ二パーセント上がるとその分業者の手取りは二パーセント落ちる。 ああ税金で持ってかれる分金、消費者が払う総額は同じなわけですから、はい、税金で持ってかれる分下がる。でこれがまあ六兆円だとしたら必要な対策は最低でも六兆円だと思うんですよね。あ確かにね減った分を増やしてもらわないとうんうん困ると。まああのいわば後半だけだから二兆円ですと。 え10月以降だけだから2兆円ですっていう言い方もできるのかもしれないですけれどもここはむしろですね消費税による増収分を上回る景気対策をしてそれを数年間かけて外していくって言いく言ますかある意味で言うとえまあ最初はもうギブスで固定してえそれを少しずつ外していくっていう措置にえ向かわなければいけないと。 うん <laughs> これ、例えばですけれども、ずいぶん前ですが、3%から5%に上げた橋本政権の時で、って、えー、事前に税金を安くしたりとか、はい、対策を取って、えー、ある意味、加速をさせた上で消費増税があったと、あの時それでも結局、景気は腰折れしましまたよね,そうですねあの唯一、腰折れしなかったのは、やっぱ89年増税で、はい、これはもう、あからさまな減税だったので。 うん消費税を導入,した導入した年ですね。あの時は物品税をやめたりとかいろいろやったそう物品税をやめたりその他の税目下げてみたり、はい、もう絶対に腰折りさせないつまり消費増税の悪影響っていうのを見せない、はいえー、っていうシステムスタイルにしましたしその上バブル景気でしたよね。そう 3%から5%の時も消費自体は秋口に1回回復してその後あのちょっとアジア通貨危機が起きちゃったのでな,なかなか、ね、一緒くたには語れないんですが、えーえー、2014年を見れば分かる通り、はい、準備なしの増税がいかに景気を停滞させるか2014年度の増税の前まで物価上昇率1%台半ばです。 うん株価、どんどん上がってます、はい、小売店売上高も上がってます、あの状態をそのまま続けていたらうん、うん、あと思うと、はい、そちらの方が、もしかしたら消費増税増収分を、えーえー、例えば1年ぐらいではわからないですよ、はい、3年ぐらい経済成長順調なもの、つまりは一番のトップスピードで、えー、まあ6年間、えー 2012年から18年にかけて駆け抜けることができたらあれ、消費増税いらないんじゃないですかっていう議論に向かうことができたんだと思うんです。はい、そう思うと難しい、あの非常に消費増税反対なんですがもうちょっと政治的なプロセスとしては困難になったと思います、この予算の成立によって。じゃあここののそうです、ね、この後ですすねね <laughs> 今は景気対策総額2兆円ですけれどもぜひ、はいえー、とも補正を組んで、うんえー、むしろ消費増税分の増収分を上回る景気対策をするんだということこの消費増税によるダメージって分かってるのにやる。 やめとけよって思っちゃいません <laughs> ですね。うん、それだけ金を出すんだったら <laughs>、はい、ね取らずに出さずにでいったら一番いいんじゃないかと思うんですけど、ね、法律で決まっちゃってるからこれ難しいんですかね。時期的にもうちょっとリミット過ぎた感じですよね。うんえー、この時間飯田秀樹さんとお送りしてまいりました。日本放送の喜の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。 七時二十七分です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いては教えてニュースキーワードです。改正地方税法。 参議院本会議で昨日ふるさと納税制度の行き過ぎた返礼品競争を防ぐ改正地方税法が可決されましたこれにより寄付した人に送る返礼品は調達費が寄付額の30%以下の地場産品に規制されますいやー 泉佐野市の話があって、はい、でこれまた泉佐野も人食ってますよねいや3月で終わっちゃいますって言って大キャンペーンを張る<う>これも完全に喧嘩を売っていて <laughs> でもうあまりの喧嘩の売り方にちょっと清々しい気分にさえなってしまう,い,ういや本当すごいですよね <laughs> だから例えば泉佐野市ですと、ええ、ふるさと納税するとその納税額の3割相当の例えば えビールが送られてくると。で、えー、その二割相当の、はい、ギフト券が送られてくると。はい、合わせて、えー、例えば一万円寄付すると、五千円。うん、まあ、キックバックがあるっていう状態になっていて。はいえー、それは、まあ、起こるよね。総務省。<laughs> 総務省は。あの、取られる側としては、どっちにしろ取られるんだからみたいな話で、ね。話ねそうですよね。えー、で、えー、ただ、このふるさと納税制度が。あ 明らかにしたことって一つあると思うんです。はい。各自治体、うん、こんな一生懸命こんな法の網の目をくぎぬくあのくぐり抜け、うんえー、特設サイトを用意しはいめちゃくちゃ頑張ったじゃないですか。そうもうありとあらゆるものがね、うん、溢れるように出てきた。これ大きなポイントは、はい、普通の産業振興で、えーね、地方が税収を増やすと地方税収が増えるとうん、うん、国から与えられる 交付金が減るんですねそれに比べてこのふるさと納税は寄付なので、うん、もらっても国からの補助金は減らないんですよあれと、はい、だったら地方自治体こんなに頑張れるしマンパワーも結構あるじゃん確かに泉さんの自分のところでシステム作っちゃいましたからねそう だとしたら正しいスキームつまりは、えー、例えば商店街の活性化とか産業振興をやって増えた税収っていうのは、うん、国が持ってきませんよつまりその分補助金減らしたりしませんよっていうスキームにしたら、はい、もっと うん、成功法で頑張るんじゃないんですか？各自治体確かにそうですね、うん、えー。これについてはですね。え<い>えー、ま、皆さんには暴れん坊将軍として有名な八代将軍、徳川、家宗がですね。<い>年貢の取り方を変えたんですね。<う>で、えー、それまではあずっとですね。ケミ法と言って、はい、その年の収穫を見て。 義理、まあえー、のところまで持っていくっていう,うあの年貢として徴収するっていう制度だったのを、はい、なんとなくその状態というのを、まあ、例えば立地とか水はけとか日当たりとかを見て、えー、うんここはもう。 年貢は例えばあ10票だと。っていうふうに決めたら年、はい、年から長い場合15年間その税額買えないんですようそうすると作り手側はどう考えるか農機、はい、具を入れるとか農、うん、地改良するとか、うん、そうしたら増えた分の米の、はい、生産は全部自分のものじゃないですか。そう,いうのありますよね っていうことで土地の生産性上がっってていいくんですね<ー>っていうのと同じじゃないと今までの制度って経済振興をすると、はい、なぜか手取りが増えないと損をしちゃう場合もある。うん、でそうじゃない制度だからふるさと納税がここまで流行ったって っていうことを、はい、まあ、ふるさと納税まあ、正直結構失敗だったと思うんです。けれども、も <laughs> えそこから学ぶべきことなんじゃないですかね。<laughs> うんえ、今日のキーワード地方改正、地方税法ふるさと納税についてでした。時刻7時44分です。この時間のお相手、私日本放送アナウンサー飯田浩二と。 アシスタントの新尿一華がお送りしています飯田浩二の OK 工事アップ今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいします続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスク<あ>ープ <laughs> <laughs> 安倍総理氷河期世代への教育支援を支持。 安倍総理は昨日議長を務める経済財政諮問会議の中で国全体が成長する力を養うには一人一人の生産性を上げる必要があると述べました特に不況の時期に就職し正社員になっていない氷河期世代などが取り残されないように教育,推進策教育促進策の推進を指示しましたメール届いております現在41歳で氷河期ドストライク世代ですという方う 我々の世代はあまりに非正規が多かったワーキングプアに派遣切り正規雇用じゃないから今期も遅れるしやっと就職ができたと思ったらリーマンショックやらとにかく全部乗せでした40を越してようやく家庭が持てましたがこの後は親の介護が総理、もう少し早く支援してほしかったですと実感こもってますねすいや実際のところですね、はいえー、この就職氷河期世代問題については、ええ 割とお小泉内閣を恨んでいるところが私はありまして、はいえー、実は小泉内閣の時点で、えー、この就職氷河期対策しっかりやっていれば、はい、まだ20代でしたので身の振り用もおかなり違っていたはずなんですね。うん それがまあここまで引っ張ってしまった結果として、三十代後半から四十代前半になっている。えーはい、で、ここにきてこれ将来の社会保障上の大きな脅威になってます。うんよく年金問題っていうと段階の世代がっておっしゃる方いるんですが、はい、段階の世代の年金は十分支えられます。うんなぜならば、はい、段階ジュニア世代がいるからです。そうですよね。はい しかし、団塊ジュニア世代、はい、そしてそれに続く氷河期世代、はい、ここを支えてくれる、まあ、つまり私、今43ですけれども、はい、これがあまあ35年後になったとき、うん、非常に人数の多い団塊ジュニア世代もともとの年金額が低,い低くなるであろう氷河期世代、はい、これを支える人口ボリュームこぶの部分がないんですよね。 本来だったららジュニアから我々のね世代ぐらいまでが普通に結婚して普通に子供を産んでたらと考えるともう一つコブができていたはずなんですそうなんですこれを今更やはり恐怖だというふうに感じていますし今やはり社会保障の専門家の方あの議論っても段階の世代の話をしてるあの段階世代の話をしてる人なんてあんまりいないんですね。もう基本的に段階ジュニア世代って プラス、はい、それの下である氷河期世代、うん、ここの社会保障について考えるじゃあどうするかというとただ朗報があるのは、はい、かつては新しいことは35歳を超えると覚えられないよみたいな勝手な人生訓を語る人が多かったんですがこれ、えー、脳神経科学の発達で、はい、全くの嘘だということが分かってきた。うん はい、あの人の学習する能力や言語を理解する能力っていうのはそれは分野ごとに多少の差はあれど50過ぎまで何だったら言語の文脈を取る能力ある意味で言うと言葉を扱う能力はピークが60代半ばに来るっていう研究もあるぐらいだと。ーはい、でえーそうしますと全然あの35歳から44歳でもこれから学び直せる。はい あのちなみに私が勝手に想像している35歳限界説ってかつてまあ今でもそういう方多いと思うんですけど35になると家庭持って子供が生まれてかつ子供が小さかったりあと職場ではいきなり管理職,管理職業務がそろそろ減ってきて課長代理ととかか要はですねもうあの別にその能力の限界じゃなくて時間が取れないっていう限界。 人生が固まってるでそれは別にですね脳の限界ではなかったのを、はい、何かその、えー、まあ教訓メーター話でも35歳になったら、えー、新しいことできないぞっていうふうに言ってしまってなんかそれが一人歩きしていますが、うん、十分学び直せる。はい、でそういった中で就職氷河期世代がいわゆるスキルを積み上げていく、うん、つまり経験年数が長くなればなるほど 生産性が上が上っていくタイプの仕事、はいえー、これって例えば職人かもしれないしあとはあ、まあ、小売店とかでの特定の業務かもしれないどんな業務でもいいんですけれども、はい、だんだんとむしろ体力はは落ちてきますこれはもう間違いないなその一方で上がっていく部分っていうのもある、うん、その上がっていく能力が上がっていくタイプの職に就かせるための教育支援って必要だと思うんですよね。う でえー、すぐこういう教育支援能力開発っていうとパターン2つあるんですよ。はいうん、いきなり IT とか言い始めるはいはいっていうタイプと、はいえー、今時その技術今時エクセルとワードみたいな、はい、あとはまあ今時簿記3級の話みたいなうん、あのー、とっても今役に立つと思えない、えー 資格だったりするむしろですね、えー、こういう時に教育をするべきはそういう座学で暗記するものをというよりは、はい、しっかりとコーチングをしてくれるスタッフをつけて。 やはりですね長きにわたって不安定な職についているとやはり自己肯定感つまり自分に対する自信がすごく下がってる、うん、その人の本当の実力よりも全然下に自分を見てしまっているので、はい、それをそんなことないんだとあなたにはこういう頑張れることもある次はこれをやってみたらどうだっていう、まあ、いわゆる一般的な会社で新入社員につくメンターみたいな。 そういった役割をしてくれる人っていうのを公的に、まあ準備する。うはい、こういった措置の方が有効性高い気がしますね。ああ、こういう学習支援というと。とかく座学で、こういう資格を取ったらみたいな、そっちばっかりにいきそうですね。そっちはあんまりん、えー。しかもですね、座学で身につくタイプの、はい、まあ。資格って。 うんそんなに稼げなかったり時代遅れだったりあもちろんあの同じ座学でも司法試験受かるとか税理士になるとか、はい、そういう別にあの大型資格じゃないですよちょっとした何週間とか何ヶ月の座学で身につく技能って、はい、あんまり稼げないんですよ。それよりはむしろおメンターとか、はい、コーチングの形であなたはもっとこういうことができる。 頑張れるあとは、まあ、ちょっとすごく辛い状態にある人はそれだったらもうちょっとこういう,う緩い仕事もありますよと、うん、あのバリバリ働くばかりが人生じゃないっていうふうに、はいまあ、なんて言いますか先輩というかメンターというかーコーチの役割、うん、こちらの方が教育としては重要だと思いますねだからあろ意ソーシャルワーカーをもうちょっと充実させるとかっていう方がいいですね。 そうあの私自身さまざまな企業のお話を聞いていると、はい、資格試験勉強させるよりも、うん、やっぱりそういういい先昔で言ったらいい先輩ってことですよね、えーえー、なんかあったら飲み連れて,てくれるみたいな話聞いてくれるとか、はい、そういったものをしっかりコーチングの技法とか訓練を受けた人によって、うんえー、提供していくそういう教育支援をしてほしいんですよね。うん え氷河期世代への教育支援、えー、今日のスクープアップでしたこのコーナーも含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信していきます番組ホームページをご覧ください